いや、フィギュアスケートのジャッジングシステム結構複雑で難しいんですけど、全てジャッジが全て判定してるかっていうとそういうわけではなくて、まあ、簡単に言うと、これちょっと見にくいですね、テクニカル、パネルとジャッジですね、この2つが大きくあります。はい、でこのテクニカルパネルっていうのは何かというと、例えばですね、この今ルッツジャンプフリップジャンプの、まあ、エッジしっかり飛んでるかっていうのを判定したりするっていうことですね、とかあとは、まあ、この回転不足のマークね、回転不足の Q マークとかね、アテンションとかアンダーローテーションとか、ダウングレード回転が足りてるかどうかっていう判定、それからジャンプの種数ですね、種類、今のジャンプはどんなジャンプだったか、ルッツジャンプ、フリップジャンプ、サルコーなのっていうね、そういったジャンプの種類をこう特定する人っていうのが、まあ、このジャッジではなくて、こうテクニカルパネルで行われます。はい、でこのテクニカルスペシャリスト、テクニカルパネルの中にこのテクニカルスペシャリストと、コントローラーっていう人がいますね。でアシスタントテクニカルスペシャリストもいるんですけど、まあ、こういった人たちで、まあ、こういった種数とか、エッジワークとか回転が足りるかどうか、そしてスピンのレベル判定ですね。はい、まあ、近年その、V マークだったかな、 V マークっていうね、スピンの回転ある、ね、その形がスピンの回転が足りてないと、V マークっていうねマークがついちゃうっていうことがあります。これもテクニカルスペシャリストが、判断します。はい、でね、ジャッジっていうのが、まあ、そういったジャンプの種類とか回転が足りるか足りないかっていうのを判定するのではなくて、ジャッジっていうのはですね、 GOE、 ジャンプがきれいに決まったとかね、出来栄えの方ですね、きれいに流れたとか、ジャンプ転倒したとか、まあ、減点をしたりとか加点をつけたりとかっていうことをします。例えばテクニカルパネルの方で、例えば4回転ルッツっていうのはね、4回転ルッツって認定されました。でそしたら、まあ、その4回転ルッツ の認定された後に、その4回転ルッツについて、まあ、どれくらいの美しさがあったのか、高さ幅、高さ幅とかね、まあ、そのどれくらいの出来栄えがどれくらいいいのかっていうことを、マイナス5から5、0も含めて11段階で評価するっていうのが、まあ、ジャッジの役割です。はい、だからジャッジっていうのはテクニカルパネルとはまたちょっと違うんですよ。うん、であともう一つ役割があって、これ PCS ですね、プログラムコンポーネンツスコアっていうのもこうジャッジが出してます。はい、これテクニカルパネルじゃなくてジャッジが出してるんですよ。うん、はい、まあ、テクニカル PCS っていうのは、まあ、スケーティングスキル、つなぎのステップ、それから、表現実行力、そして、振り付け、音楽の解釈という5項目ねありますけど、その5項目それぞれ10点満点で評価されますが、それをジャッジが、行います。テクニカルパネルではありません。だから GOE の評価と PCS、 これをジャッジが行ってます。はい、なので結構そのまあもちろんテクニカルスペシャリストも大変なんですけど、ジャッジも結構やることがかなり多いので、特に僕はですね、ルール変更するっていうか今度見直す必要があるっていうところで言うと、まあ、PCS のところをちょっと見直してほしいなってちょっと思ってるんですよ。うん、これジャッジがね GOE と PCS 両方ともやるので結構大変だと思うんですよ。うん、だからちょっと書いたんですけど、 PCS はですね、このPCS は、まあ、別でもいいんじゃないかなって、別のねカテゴリーを作って PCS 専門の、ね、ジャッジといいますかね、まあ、そういった人がスペシャリストがいてもいいかなってちょっと思ったりはしてます。はい、まあ、そうじゃないとちょっとなかなかジャッジが全部見るのはかなりきつい気がするので、まあ、テクニカルパネルとジャッジと、それから PCS を評価するっていう人をこう別々に分けた方が結構スムーズにいくし、的確な判断がつきやすいかなというふうに思ってます。まあ、シリアスエラーとかの細かい設定とかももうちょっとこうなんか曖昧な部分がなんとなく感じられたんで、シリアスエラーのそのシリアスエラーって何かというと、まあ、ジャンプとかこう1本2本とか転倒しちゃうと、ジャンプ転倒するとね、ちょっと音楽に合わなくなっちゃうっていうのがあるじゃないですか。ありますよね。多分プログラムっていうのはジャンプを成功したりとかスピンとか綺麗に入った技が綺麗に入っている状態で
まあ、もうプログラムが成立するっていうふうに、選手は振り付けで作っていると思うので、まあ、ジャンプとかスピンとか転倒しちゃうと、まあ、音楽が途切れてしまうんですよね、うん、なので、まあ、そういったものをですね、まあ、PCS に失敗っていうのを PCS に反映させようっていうのが、まあ、いわゆるシリアスエラーっていうのがあるわけです、はい、でそういったシリアスエラーとかの基準が曖昧なので、まあ、そういったところの、まあ、PCS、まあ、シリアスエラーの基準とかもですね、まあ、別枠を設けて、あの PCS 専門の、まあ、ジャッジというかスペシャリストっていうのをこれは、ね、用意していった方が僕はすごく、まあ、適切な判断ができるかなというふうに思ってます、はい、でですね、まあ、最近ちょっと話題になっているその、この AI ジャッジAI ジャッジっていうのはね、ちょっとあると思うんですよ。ね、これがもしかすると来シーズン以降、その結構本格的に導入されていくんじゃないかってね、今言われているんですけど、AI ジャッジについてね、まあその、まあ、これ導入されていくと、どのようになっていくのかとかって、やっぱ皆さん気になってます。で、僕もめちゃくちゃ気になってて、まあ、実際本当にね、導入されていくのかっていうところも含めて、まあ、気になっています。で、まあ、この AI っていうのはロボット。がまあね、ジャッジしたりとかするっていうことになるかと思うんですけど、まあ、その時 その基準とかね、設定ですね、うん、まあ、誰をこう基準にしたり、どんな動きを基準にして判定するのかというところ の基準とか設定ですね、まあ、この基準が非常に曖昧っていうところがあります。誰を基準にするのかというところがありますね。非常にだから難しい部分があります。で、個人的には、まあ、皆様のコメントとか、まあ、流れとかを見ていると、まあ、選手 このデータとかを、ね、集めているという話も聞いたことあるので、まあ、多分選手みんなをこう合わせて平均を取っていくっていう可能性もある。平均値っていうのを設定ポイントにするっていう可能性もありますし、まあ、専門家の意見とかも物理とかいろいろこう専門家がね話し合って、その理想像っていうのを作って、まあ、設定に落とし入れっていう可能性もあると思うんで、いろんな方法があると思うんですね、はい、ただまあちょっとまだ明らかにはなってないんで課題かと思ってます。まあ、多分だけどそんな簡単にはね、早くその AI が全部やれるかって言ったらやっぱ難しい部分もあるし、まずまずこのテクニカルエレメンツの方で、そうですね、あの GOE とかその PCS とかでも AI が使われていくのかとかね、まあ、このルッツジャンプのフリップジャンプのアウトインの判定とか、まあ、それからスピンの判定ですね、それ回転不足の判定とかも AI が多分やっていくと思うので、 AI が何をねやるのか、 AI が何に対してあの AI が採用されていくのかっていうところも含めて、まあ、ちょっと分かんない部分も結構多いと思うんで、まあ、それはまあぼちぼち学習させていくのかなというふうに思っています、はい、やっぱそのすぐにはね AI もあのロボットではあるんですけど、すぐにこう学習できるわけじゃないので、まあ、年々そのぼちぼちとデータを積んでいって、まあ、数値的にこう処理していくっていうのが多分あるかと思うんで、まあそうですね、ぼちぼちね学習していくと思う。だからすぐにこう全てが変わるのかっていうわけじゃないし、まあ、すぐにこう選手のデメリット、あ、なんだろう、選手有利不利っていうのは明確に出るかっていったら多分そういうわけじゃないと思うんで、そんなにこう心配しなくていいんじゃないかなっていうふうに思っています、はい、でメリットとしてはやっぱりこう処理がね多分早くなると思います、はい、これは確実ですね、うん、あの処理がやっぱ早くなると点数が出るのが早くなるっていうのがありますので、こういった作業っていうのを、まあ、AI に手伝ってもらうことによって、その、まあ、処理速度が圧倒的に速くなっていくということになります。で、正確性についてはまだ不明ですね。何を基準にするかとか、まだそのデメリットになっちゃうんですけど、まあ、その信頼性っていうところがやっぱまだ分かってこないんで、これがまあ今後の課題にはなるんですけど、でもやっていかなければいけないんで、まあ、ぼちぼち学習させていくと思います。すぐにこうパッと変わるわけではないよというふうに僕は思っています。まあ、ぼちぼちだと思いますね。はい。なので、まあ、まだまだ分かんないこともたくさんあるんですけど、一つ言えることは、そんなにね、すぐに AI になったかといって、すぐにパッと変わるっていうわけじゃないのかなっていうのはなんとなく感じるので、そんなにこう気に心配する必要はないと思います。まあ、今多分人間のジャッジとね一緒に、
まあ、AI も採用されていくし、まだこう PCS なんか AI というのは難しい部分もあるので、まあ、そのどこを AI でやっていくのかっていうところとかも含めてね、ちょっと見ていきたいと思っております。はい、ではありがとうございました。バイバーイ。